アーサー・オックス・サルツバーガー・ジュニアはアメリカ合衆国のジャーナリスト、実業家である。1992年から2018年にかけてのニューヨーク・タイムズ発行人であり、1997年よりニューヨーク・タイムズ・カンパニーの会長を務めている。サルツバーガーはニューヨーク州マウント・キスコで生まれた。父はアーサー・オックス・パンチ・サルツバーガー、母は 父の一人目の妻のバーバラ・ウィンスロー・グラントである。父方の祖父はアーサー・ヘイズ・サルツバーガー、祖,祖父はアドルフ・オックスである。同母の妹のカレン・オルデン・サルツバーガーは作家のエリック・ラックスと結婚した。サルツバーガーの母の出自はイングランドとスコットランドで、父はドイツ系ユダヤ人である。両親は彼が5歳の時に離婚した。サルツバーガーは 母が信仰していた、米国政交会の教えの下で育ったが、現在はいかなる宗教も信仰していない。1974年にタフツ大学で政治学の学士号を取得した。1970年代、サルツバーガーはベトナム戦争に反対しており、抗議集会に参加して逮捕されたこともある。1974年から1976年まで、 ノースカロライナ州ローリーのローリータイムズが見で記者を務め、1976年から1978年まで AP 通信のロンドン特派員を務めた。1978年にニューヨークタイムズカンパニーに入社し、ワシントン DC 支局の特派員となった。1981年に地方面記者としてニューヨークに移動となり、翌年には地方面の編集者となった。 1985年にハーバードビジネススクールの経営開発プログラムを卒業した。1983年から1987年まで、サルツバーガーは、プロダクションや経営企画などの経営部門で働いた。1987年1月、サルツバーガーは発行人補佐に任命された。1年後には、副発行人に任命され、ニュース部門とビジネス部門を統括した。 この間にサルツバーガーはニュージャージー州エジソンとニューヨーク市クイーンズ区カレッジポイントに新しい印刷流通拠点を計画しカラー印刷機を導入して6段のカラーの新聞の制作に関与した父アーサーオックスパンチサルツバーガーの後を継いで1992年にニューヨークタイムズの発行人に1997年にニューヨークタイムズカンパニーの会長に就任した 2018年1月1日付で息子の A.G. サルツバーガーに発行人のポストを譲った。2020年9月同年末をもってニューヨークタイムズカンパニーの会長を退任して A.G. サルツバーガーに譲り自身は名誉会長となる予定であることが発表された。サルツバーガーは1992年1月に正式に発足した。 タイムズスクエアビジネス改善地区の開発で中心的な役割を果たし、その市民組織の初代会長を務めた。サルツバーガーはニューヨーク市のアウトワード、バウンド組織の設立に貢献し、2期にわたって会長を務めた。現在はモホンク保護区の理事を務めている。1975年5月24日、サルツバーガーは芸術家のゲール・グレックと結婚した。 結婚式は、カンザス州トピカで、長老派協会の儀式により行われた。二人の間には、アーサー・グレック・サルツバーガーとアニー・サルツバーガーの二人の子供がいる。二人は2008年5月に離婚を発表した。2014年5月、サルツバーガーは、ガブリエル・グリーンと婚約した。二人は2014年8月30日、マサチューセッツ州マーサズ・ビンヤードで結婚した。 ありがとうございます。